どうも、ミナマです。はい、大人気シリーズの、やっちゃいます今日。解説シリーズ、やっ今回はなんとですね、バリー・ボーンズ選手。あ、コメント欄多かったですね。多かったですね、バリー・ボーンズ選手をね、ちょっとやろうかなというふうに思いまして、やっぱりね、外国人の選手の仕方ってすごく、理にかなってて、日本人も、見習わないといけない部分がたくさんあります。よく言われるのが、外国人選手は力があるからできるんだ、よく聞きますよね。そんなこと全然ありません。それはね、スイングスピードとかそういうのはもちろん外国人選手って、やっぱり日本人の人と比べたらそれはスピードはあります。ただテクニックもすごいです。技術の部分ですね、テクニックの部分ですね、そこがすごく、優れてます。なのでね、今回バリー・ボーンズ選手は、ホームラン、メジャーでいうたら通算、歴代で一番、ホームラン打ってる方なので、その方をね、ちょっと、解説していこうかなというふうに思います。早速ティーバッティングで、やっていきます。はい、早速やっていきます。バリー・ボーンズ選手は特徴的な動きがありますよね。要は、ヒッチとですね、ヘッドの重みを感じる、使い方ですよね。一番こう僕が見てすごく思うのはこういう動きがあるんですよ。こういう前に倒す動き、プラス打ちに行くときにヒッチです。ヒッチドン、そうです、こういう前に倒す動きがあるんですよ。こういう動きで、ここからヒッチして自然とぐわーっと上がってきて、ボーン、この後ろに、打った軌道、こうやって後ろにバッていく、この形って前僕が紹介したケン・グリフィー・ジュニア、紹介したんですけども、それでやっぱり一緒ですよね。基本的に外人選手って打ったらこうやって下に行きますよ。あれ本当ね、甲が長いんですよね。要はこの円運動がすごく長いんで、ああいう風にね、手を離した時にすごいこうバットが長く見えるんですよね。で、この打ち方をちょっとね、やっていこうかなと。ヘッドのまず向きプラスヒッチ、見ておいてください。これでね、パワー加速倍増。吉田正尚選手もそうですよね。いけるわ。この動きですよね。ここでまずヘッドの重みを感じて、なおかつヒッチの時に下に行くんですよ。で、髪がわっと上がってきて、ドーンという感じですよね。しかも体がこんなに近いんですよね。ここはすごくマネはできづらいというか、日本人はやっぱりここでグッと体の近いところで打つ、これ結構多いですよね、外国人選手はね。ヘッドの方に感じるヒッチで、こんな感じです。そしてはこの、めっちゃ走ってますね、いつもや。よし、だから子供さんとかこういうよくね、指導者でね、こういう風にやったらヘッド入るからあかんって言う人たくさんいると思うんですけども、僕はこういう風な感じでヘッドが前に入ったとしてもしっかり重みを感じてれば僕はいいと思うんですよね。で、なおかつここでヒッチを使うことによってしっかりとここに勢いが生まれるんですよね。要は円運動ですよね。こう構えててヒッチして打ちに行くときに、この円です、この円運動があるバッターっていうのはやっぱり飛びますよね。ちょっとこのくるっと回るこの先が回る感じ、ちょっとビデオであるからね、わかりますか。こんな感じですね。バッティングしていきます。はい、では早速バリー・ボーンズ選手やっていきたいなと思います。この前にやる動き、これでヘッドを確認、そしてヒッチを使うことによって、ここにね、円運動、遠心力がすごく使える感覚がね、こういう円運動ね、これができます、ヒッチはね。もっと柔らかく出すために、ヒッチを使ってるんではないかなと、僕は思いますね。
はい、お願いします。意識したんですよ。できるだけ体の近くっていうイメージ、体の近くでこう押し込んでいくというかね、こういうイメージで、やったんですけども、結構ここにね遠心力が効いてるんで、ぐーっと持っていった時にやっぱ体の近くでも遠心力がある分やっぱ持っていきますよね。これここに後ろにゆとりがなかったら、例えばこっからそのままこうやって出してれば体の近くで打った時絶対パワーって変わらないですよ。これ上手くなってるなと、バリーボンズ選手上手くやってるなって。いや、さすが世界のホームラン王ですね。世界メジャーリーグホームラン王ですね。はい、ということでね、ティーバッティングと実際に、マシン、打っていったんですけども、皆さんどうでしたか。ちょっと日本人選手にあまりいないこういう動きですよね。でピッチが入れて打ちに行くと、いうことなんですけども、これあんだけのすごいパワーがある人でもこういう風にヘッドの上をこう跳ねて前に倒せるんですよ。まああれリズムでもあると思うんですよ、自分の中で。でこうやる中でしっかりヒッチを入れる、ヒッチ入れていくときにはこの円運動ですよね。こういう風にガーバーンと、ね、ここが大きいですよね。これ、あんだけ力がある選手もそうやってヘッドの重みと遠心力を使っていってるってことは、これ、力ない子は絶対やらないとダメなんですよ。逆に言うとね、力がない子ほどしっかりとこの重み感じてグーンって遠心力を使って打たなかったんですよ。これを、例えばね、こういう風にね、ヘッドをこうやって引かして落として打ちに行く中でよく絶対言われるのが、ヘッド入ってたら詰まるやろとか、ね、そういうの絶対言われるんですよ。違うんですよ。ヘッドが入っても打てるように教えてやるのが指導者です。すごいですよね。そうだと思います。はい、いや本当そうなんですよね。でもヘッドが入ってるからお前そんなんで振り遅れる、違うんですよ。まずはヘッドが入ってしっかりと遠心力が効く打ち方をして、まあそういう打ち方を教えてあげることですね。でつまらないためにはもうちょっとこうしようかっていういろんな試行錯誤はあると思うんですよ。だからバッティングっていうのは決めるんじゃなくて相談しながらやっていくものなので、ぜひですね、今回バリーボンズ選手のですね、解説シリーズ、やらせていただきました。またねこういう動画をどんどん上げていこうかなと思いますので、ぜひですねまた皆さん見ていただけたらなというふうに思います。何かありますか。そうですね、ミドルマンと出会ってからこういうふうに思うようになった部分はあります。やっぱ指導者の方がさっき言ったように、はい、こうはダメだよみたいな、はいはい、こういう風にし直せっていう、はい、その指導者さんが知ってる技術だけをこう子供に教え込むっていうんじゃなくて、うんうん、指導者さんがいろんなバリエーションのその指導方法っていうものを習得していかないとチームはやっぱり強くなっていかない。そういうことですよね、うん、絶対そうなんですよ。本当その通りです。まずはやっぱり飛ばす、喜びですよね。ボールが飛んだっていう喜びを子供にねやっぱり与えてあげるのがすごくまず大事かなというふうに思いますので、ぜひ今回もこの動画がですね、ためになったなと思ったら高評価、ためにならんかったな高評価ということでね、ぜひ
皆さんチャンネル登録の方もよろしくお願いします。お願いします。では、また次の動画でね、お会いしましょう。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。オンライン動画指導も行っておりますので、そちらもご登録の方よろしくお願いします。女子軟式野球チームアメージングも活動しておりますので、そちらも応募お待ちしております。では次の動画でお会いしましょう。さよなら。